プロ野球ジップスで飯田選手でパワフル対決。今回は6袋の12選手12選手だよね。はい、で引いたカードだけで対決と、はい、はい、まあオートなんだよね。オート対決なんで、はい、これ多分タイトルホルダーカードなんだけど、うん、キラです。村上選手、おお、ヤクルト、いいやん。セーフティーバントを決める丸選手です。さあレジェンドカード、立山選手です、ヤクルトの。おお、いいじゃん。あれです、セ・リーグのあれ2人揃いましたね、新人の近本選手です。タイトルホルダー鈴木誠也選手。このチームで、試合の方やっていきたいと思います。はい、はい、ということで前回の続きからです。はい、さあ、 あのチームを組んだんで、対戦していきます。はい、そんでもって本日もリモートです。はい、いませんはい、対戦、はい、今ね、うちにあの両方あるんで、まさくん、はい、コントローラー取りに来てもらっていいですか。あ、じゃあ今から外出していくわで、それ受け取ってまたうちでやるわ届かない、届かないいや、なんかこれだけ見たらなんかあれだけど、いい感じだけどね、お互いセントラルの方が強いけど、うん、俺セントラル、うん、どうしますか、先攻後攻は。まあランダムでいきますか、うん、はい、見ないでやります。はい、ストップ。はい、はいはい、もうあのラグがすごいですDH はちょっとあのこっちピッチャー多いんでなしでいきます。はい、球場もお任せでいいかな。うん、モールモールです。おお、いいやん、いいやん。はい、それ、ピッチャーね、ピッチャー誰でいこうかな。3イニングなんで今日も。いやー、いいピッチャー。いやー、キス選手だな。キス選手、キス選手でいいな。キス選手でいきます。で、都合のあれで、あのちょっと都合上、あの全員野手がね、足りなかったんで、はい、あのなんかパワープロのサクセスのキャラが入ってるんですけど、これはあのすぐに変えます。はい、最初から、あ、最初から出せるじゃん。あ、出せんじゃん、いいね。はい、あれだから、ピッチャーのバッティング能力超重要だからそうだよ。あ、パワーはやっぱ G とかになるんだね。ね、全員 G だ、ほぼほぼっていうか、全員 G だ。うん、大瀬良選手と山安選手を外野に配置するしかないな。大丈夫、ね、抑えの体力なくなっちゃうよ。いや、もう大丈夫大丈夫、あの野手の体力と あれ別ですから周平選手、おー、意外と結構守れる、いろんなとこ。松田選手はサードだけでしょ。お、意外と埋まったよ、適正は埋まってんな、程よく。さあ、こっちの打順は1番から6番で終わりですねでもなんだっけ、誰だっけ、森選手だっけ、めっちゃ打ってたの、うん、あ、森選手はめっちゃ打ってたいつもめっちゃ打ってましたね、森選手は。これでいきます。はい、果たしてどうなるでしょうか。さあ、まさくんのオーダーはどうしますか。あー、ピッチャーはそのまんまで、こういう感じですね。はい、このままでいいですか。このままでいいです。高橋選手、はい、はい、野手はどうしますか。鈴木選手4番の、いや、鈴木選手2番にしようで、1番、はい、1番近本選手、うん、まあそんな感じにいきましょうか。はい、はい、いや強い、普通に打ち崩すしかねえな。はい、しない。はい、ということで、試合はいつも通り、まあ久々ですね、いつも通り久々3イニングですはい、懐かしいね。で、選手の調子は全員普通で、はい、操作はせずにオートでやっていきたいと思います。まあ、操作してもね、はい、コントローラーここにあるんでねしてもいいですよさあ、やっていきたいと思います。まさくん、タイムの時は早く言わないとラグがすごいです。先を読んでタイムしないとね。先を読んでタイムしてください。分かった。さあ、始まりました。おお、すごいな、このやり方まさは今 LINE 電話で画面を見てそう、画面直撮りで、だから視線が若干ねずれると思うんですけど、そこはちょっとご承知ください。そしょうがない、自分のペースで投げることができるかが。先発は岸って言ってんだ。さあ、大丈夫ですか。タイムしなくて大丈夫ですか。まだ大丈夫ださあ、いや、パワープロの画面見んの久々だな。ね、第2球頼む、こっち先行か。頼むぞ頼むぞ、先頭大事よ。
いいんじゃない、いいんじゃない、打ち損じお願いします。打ち損じお願いします。いや、これ取ったっしょ、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 抜けろって意外とラグないな、今ので分かったけど、いい当たりだったけど。まあ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 、そういう当たりを打たすのも投球術です。強振でいいよ、強振でいいよ、一発持ってるよ。やばい、危ねえ。はい、セカンド。くそこれでツーアウト、ランナーありません。まずいんじゃない、まずいな、ここのクリーンアップで1点取りたいよ。投げた、スライダー決まってストライク、ツーアウトよ。第3球をいけ、投げた、打った、いや、いけるっしょ、うーん、ナイスキャッチ、うーん、さあ、まずいよ、3イニングしかないよ。おまずです。立ち上がりを無得点に抑え、右のさあ、ピッチャー交代しないで大丈夫、タイムできねえよ、できねえよ。さあ、丸選手お願いします。頼むぞ、初球勝ち込んで、あー、いや、初球を持ちなんだから、初球行こう、初球、やばいやばい、うえーい、まずいよ、走るよ、走るよ。これ電話のラグはないんだけどさ、パソコンの映像が動きすぎて LINE 側のその映像のラグがあるんだけど、おーっと言ってる間にアウトです。素晴らしい、いや、松田選手怖いな。どうしますか、いや、まあまだ初回ですから、アウト、まあまあ、第9、うわ、走った、カイキャノン、やばい、カイ選手から走った、マジか、えぐい、えぐい、マジか、いや、アウトになると思う、そんな足速いのか、いった、うわ、怖い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 、厳しいとこ頼む、厳しいとこ、わー、ちょい山じゃない、いったんじゃない、うわー、いってねえな、うまい、いや、まずい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 、決勝点です、1点はでかいぞ、3イニングで、3イニングで1点はでかいからな、うん、松田選手マジすごいね。感心しちゃう。さあ、村上くん。行ったんじゃない？お、嘘だろ。いやいやいや、逆風がすごいんだよ。同じような当たりだよ。まずいよ。もう2点よ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。大丈夫ですか？まだだ。第9。ちょっとどうなってるの、どうなってる、ゲッツ行こう、ゲッツ、ここでゲッツ行こう、ただまずい、打順がもう、そう、6番だ、ここで、ここ抑えよ、ここ抑えよ、大丈夫、ここで強振なんか使っちゃって大丈夫、うわー、まあ、タッチアップ、オッケー、3点目です。まずいんじゃない、満塁ホームランで逆転か、ポジティブなんだな常にポジティブ、まあ、ここから地獄です、よしよしよし、地獄です、ここから、ここで抑えよう、ここで抑えよう、頼む、なんなら牽制でアウトにしてくれ、うーわ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、地獄のような打球だわ、よしよしよし、いやー、4-5-6よ、ホームランホームランホームランで逆転、いやいや、効率悪っホームランホームランホームラン、効率悪っ、うわー、怖い、怖っ、うわー、オッケー、打ち方うまいけどな、わざと打たせてます、岸投手が、そこに全然一発発動しないじゃん、ね、今日は丁寧に投げてますね、うわ、そりゃないよ、いや、いい球、ビタビタです、球だわ、もう頼むよ、1点ぐらい取ろうぜまずいよ、第2球投げました、お、逆風、あざす、逆風です、まずいよ、風なしにしてくれよここはいいや、もうここにはまあ1人出たらラッキー、とりあえずツーアウトだ、まずいよ、おーいいじゃん、いいじゃん、さあ岸選手、
ここはもう代打出したいけどさ、ピッチャーしかいないんだよな。確かに代打出せないのか。代打出せないんだよ。だから第4球を投げた、見逃し三振。まあ、ここで丸選手ホームラン行くんで、いやー丸選手やだな。よし、高めから入れる、ね、いや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 、どうした、急に覚醒してるよ。三振取らなきゃ意味ないです。丸選手すごっ。一つでアウトか。シングルヒット、あシングルヒット。高橋周平選手ホームランだな。初球空振り、タイミング合いません。三振頼む。第2球ランナースタート。うわ、また1球アウト。おっしゃ、いやいやいや完全にさっきの盗塁で一気になっちゃったな、丸選手。スマートは走んなくていいでしょ、別に勝ってんだし。最終回ですよ、あなた大丈夫ですか。やばいね、やばいです。もう最終回、やば、もう3回、3回で。そうだ、粘ってください。てかノーヒットノーランじゃん、今のところ。そうだよ。おー、嘘だろ。ノーヒットノーランが継続してるから、あのここを下ろしてないです。なるほど。大瀬良選手が飛び出した。まずいよ。ちなみに次のバッター代打お願いします。はい、了解です。うわー、頼む、頼む、頼む、ホームランでいいから。お、あ、終わった。あー、よし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 、ノーヒットノーラン終わる。来ました、デイだもん。ノーヒットノーランがね、あの終わったんでピッチャー変わります。なるほど。松井裕樹投手いきましょう。なるほど。で、で、代打ですね、はい、島内選手です。そうだね、はい、頼むぞー島ちゃん。まあ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 、点差余裕あるんでね。うー、いくわ、すごい変化球。まずいよ。まずい、まずい。頼む、頼む、頼む。最低進塁打。もう結構あるよね、このパターン。ラスト、ラストバッターです。ラストバッターかな。いやー、まさかこんな一方的になるとはな。ホームランでいいから難しいことは言わない。ホームランでいいからの、でいいからの使い方下手く。うおー、落ちるんじゃない。マジかよ、短っ。マジやば、短すぎ。超速かったじゃん、笑ったー。はい、ということで本日、リモートなんですけどパワープロをねやってみました。いやー、まさかの負けか。いやマジ前回の引きで俺結構もう負けかなと思ったんですけど、やっぱね岸選手がキレが違いましたね。ピッチャー大事だね。いや、ピッチャー大事。はい、はい、ということで、まあ今後もまあこのできる範囲で楽しい動画を撮っていけたらかなと思います。はい、ぜひまあパワープロ企画ももちろんですし、他にもやってほしい企画はぜひコメントお願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。また明日。ありがとうございました。いやー、結構チーム的にはね、揃ってた気がしたんだけどな、ね、やっぱピッチャー系ってところあるかもしれない。岸選手が良かった。岸選手良かったね。